はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティのショッピングスクエア60026です。中には部品の袋が10、パーツは914個です。シールシートが1枚、そして説明書が5冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。
完成です。まずはミニフィグです。1人目は道路清掃員の女性です。イヤーマフをつけてます。2人目は少年です。手に犬用の骨を持ってます。犬とスケートボードが付属しているのでこうやって遊ぶこともできますね。3人目はバスの運転士です。制服を着てます。4人目はピザ屋さんのコックです。コック帽がそれっぽいですね。5人目はピザ屋さんの店員です。ウェイターですかね。6人目はピザ屋さんのお客さんです。かなり派手な格好をしてます。7人目8人目はクレーンの作業員です。服装が全然違いますね。こっちの人は無線機を持ってます。それから情景セットとしてこんな感じの石像がついてます。上についてる石像のミニフィグは剣と盾を持ってます。次に車両です。まずは小型清掃車です。運転席にさっきのミニフィグを座らせることができます。前と後ろでタイヤの大きさが違うので車両自体が斜めになってますね。また前に清掃用のブラシがついててこうやって回すことができます。ホルダー自体はボールジョイントでつながっているのでホルダーごと上下左右に動かすことが可能です。ちなみにブラシを下につけた状態で車を動かすと一緒に回すことが可能です。次に路線バスです。全長は21センチ、横幅は6ブロック分あります。車体には系統番号を示す電光掲示板やバイクショップ、ピザ屋さん、そしてシティミュージアムの広告がついてます。こちらサイドにはドアが2つついてます。片側から乗ってもう片方から降りるイメージですね。やっぱりドアがついてた方がなんかかっこいいですよね。バスのルーフは全部とても簡単に外すことができるようになってます。これはいいですね。中はこんな感じです。前に運転席があって乗客の席が 1,2,3,4,5,6,7 席ありますね。で扉がこことここについてるのでちゃんと扉の前が開いてますよね。ということでこのセットについてるミニフィグ全員をバスに乗せることが可能です。前から見ると運転士の顔がしっかりと見えますね。横から見ると乗客の座席は場所によって高さがまちまちです。なので顔がしっかり見える人もいれば全く見えない人もいます。またバス停がついているのでこうやってバス遊びをすることができますね。続いてクレーンです。かっこいいですね。全長は22センチ、横幅は8ブロック分あります。フロントの窓は4ブロックの窓を2つ並べてます。なのでより幅広な感じに見えますよね。運転席はルーフがこうやって開きます。これはかっこいいですよね。運転席はかなり広いので中に2人乗せることが可能です。もちろんこのままルーフを閉じることができます。でこの車両には片側に2箇所、全部で4箇所のアウトリガーがついてます。このアウトリガー、この先端の部分を微妙に高さ調整することができるようになってます。これはすごいですよね。でこれだけではなくてクレーンの土台の下側に敷板が入ってるのでこんな感じで先端に取り付けることが可能です。これはかなりリアリティありますよね。さらにこの時わずかですけどタイヤはちゃんと浮いてます。よくできてますよね。それからクレーンです。クレーンは土台ごと動かすことができるんですけど一周させることはできません。ここまでですね。またブーム自体をこうやって上下させることができます。この時のこの油圧シリンダーの動きがとてもリアルだと思います。さらに先端のアームを伸ばすことができます。最大でここまで伸ばすことが可能です。この状態でブームを動かせばかなり迫力がありますね。また後ろについてるこのつまみを回すことで先端のフックを上下させることができます。またさっきの石像を吊り上げることもできますね。
ちなみに付属のバリケードを置けばより雰囲気が出ると思います。最後は建物です。まずはピザ屋さんです。横幅は 25.5 センチ、奥行きは8ブロック分あります。高さはありますけど1階建ての建物です。正面に入り口があって、こうやって開けることができます。お店の中はこんな感じです。こっちはキッチンです。グリルと流し台みたいなところがありますね。で、上には換気扇がついてて、ちょっと本格的な雰囲気があります。グリルの上で付属のピザを焼いて遊ぶこともできそうです。またその隣にはパソコンが置いてあります。で、反対側には出来上がったピザを食べるためのテーブルと椅子があります。グラスもついてますね。ということで、ミニフィグを配置するとこんな感じになりました。よりお店っぽくなりましたよね。ちなみにこのお店にはシーリングファンがついてて、こうやって回すことが可能です。またお店の外にはテラス席もあります。ちょっとおしゃれですね。それからそのテラス席の建物の反対側にはゴミ置き場があります。ゴミ置き場にはゴミ箱が2つついてて、蓋を開けることができます。中に入ってるのは魚です。ちなみにゴミ置き場の上にあるのはメニューの一覧です。こんなところにメニューを置くのはなかなか斬新ですね。そしてバイクショップです。土台は約 12.5センチ×12.5センチ、高さは19センチぐらいあります。建物は2階建てになってて、ガラス張りっぽいですね。クリアパーツが対応されてます。建物は1階と2階、そして2階と屋根部分に分けることができます。1階の正面扉は回転ドアになってて、実際にミニフィグを入れてこうやって回すことができるようになってます。バイクショップということで、1階ではヘルメットや帽子、そしてライダースーツなど服も売ってるみたいです。一番奥にはモニターとキーボードが置いてあるので、ここはお店の人用のスペースっぽいですね。続いて2階です。2階は床がとてもおしゃれになってます。外から見える位置にバイクが置いてあって、手前側の柱には自転車がかけてあります。そして1階とはちょっと種類の違うヘルメットや帽子が置いてあります。ちなみにこのバイク、プリントも入っててかっこいいですよね。もう1台付属品としてオフロードバイクがついてるので、結構遊べそうですね。そして屋根には照明と看板がついてます。照明は上下に角度を変えることができますし、看板は好きな方向に向かせることが可能です。このセットのパーツ数は914個です。以上、レゴシティのショッピングスクエア60026を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。